本校では、日本とイラクとの関係について述べる。1932年10月3日、イギリス遺人統治療メソポタミアが、ハーシム家のファイサル一世を国王とする、立憲君主国イラク王国として独立した。1939年、日本とイラクとの間で国交が樹立され、同年11月、在イラク日本公使館が、イラクの首都バグダードに開館された。 しかし、すでに遡る9月1日に、第二次世界大戦が勃発しており、日本とイラクの関係が、今後どうなるかは全く予断を許さない状況であった。第二次世界大戦の影響で、当時のイラクの政局は、極めて不安定であった。新英反数軸国派のヌーリー・アイコール・サイード、首相や、反英親数軸国派のラシード・アリー・アル・ガイラーニー、 首相などが短期間の政権交代を繰り返すなど、イラクの国論は、ま、ぶたつに割れていた。かように、不安定なイラクの政局を収束させたのは、大国イギリスによるイラクへの武力介入であった。1941年5月、イギリス軍がイラクを占領し、親数軸国派のアルガイラーに首相を追放した。イギリス軍が、首相の追放だけでは飽きたらず継続して、 イラクを占領したことにより、イラクが連合国の側に立って、数軸国の一角を占めていた日本と他元を分かつことは時間の問題となった。ついに1943年1月17日、イラクは日本を含む数軸国に対して宣戦線布告。その後、日本とイラクは国交を回復することがないまま、1945年8月14日に日本が ポツダム宣言を受諾して降伏した。1952年4月28日、サンフランシスコ講和条約が発効したことにより、日本は国際社会の一員として復帰した。1955年8月18日、イラク王国がサンフランシスコ講和条約を批准。これにより、日本とイラクとの間で約12年半ぶりに国交が回復した。同年12月、 在日イラク公使館が東京で開設された。また、第二次大戦のため閉鎖されていた在イラク、日本公使館も再開された。しかし、両国の国交回復から3年と経たない1958年7月14日、イラクで王政打倒のクーデターが起こり、革命が成就、イラク共和国が誕生した。クーデターで、イラクの王族を皆殺しにした約4年半後、今度は、 自身がクーデターにあって処刑されたアブドルカリームカーシム首相1958年の革命によりイラクは一転して東側陣営になったものの日本との友好関係は継承された。1960年1月在イラク日本公使館が大使館に格上げ、同年在日イラク公使館も大使館に格上げされた。1963年2月8日 王政打倒のクーデターの立役者で約4年半ほど、権力の座にあったアブドルカリーム・カーシム首相が、クーデターにあって、失脚、翌日に処刑される。以後、1968年7月17日に、バース島による無欠クーデターが起こって、バース島による一党独裁体制が確立するまで、バース島とアラブ民族運動の2敗を中心とした、権力闘争が続くが、 いかな生産な権力闘争であろうとも、それがイラク国内に留まる限りは、日本との関係を阻害する要因とはならなかった。この間、1964年9月7日には、日本とイラクとの間で貿易協定が発行し、1968年5月7日には、司法教助取決めが発行している。1968年7月に、 イラクでバーストによる一致独裁体制が確立したが、この頃から日本とイラクの関係は際立った強化を見せ始めた。1970年代には、両国の間で3つの協定が結ばれ、1974年11月11日に技術協力協定が発行、1979年3月7日に文化協定と航空協定が発行した。 民主主義体制の日本と一党独裁体制のイラクトでは価値観が相入れないようにも見えるが1973年と79年の石油危機により産油国イラクトの関係強化が急務となっていた日本と1968年に世界第二の経済大国に躍り出たばかりの新興国日本との経済協力や技術協力を必要としていたイラクトの間で 利害が一致したのである1979年にイラクの隣国イランで革命が起こって王政が倒れ、イスラム共和国が成立すると、同年11月に首都テヘランのアメリカ大使館にボートが乱入して、アメリカ人を人質に取る事件が起こるなど、褒明に意思率いるイランは、アメリカとの敵対姿勢をあらわにした。1980年4月、 アメリカはイランに国交断絶を通告し、経済制裁を発動した。また、少なからぬシーア派住民を抱える湾岸諸国にとっても、イランの革命の輸出による王政転覆は考えうるさ悪役のシナリオであった。去る1979年7月17日に、イラクの大統領に就任したばかりのサッダーム、フセインは、 こうしたアメリカや湾岸諸国の反イラン感情を期化として、1980年9月22日、イランに対して戦争を仕掛けた。サターム大統領の目論見は図にあたり、アメリカと湾岸諸国からの支援はもとより、ソビエト連邦やヨーロッパ諸国からも支援を得ることに成功した。日本も引き続き戦時体制のイラクとの交流を保ち、民間企業の住友商事なども、 現地の拠点を引き上げずに商売を続けていた。イランとイラクの戦争は1988年8月20日まで続いたが、この8年弱にわたる戦争を仕掛けたサッターム大統領が国際的に球団されることはなく、日本とイラクの関係もまた良好なものであり続けた。1989年1月、昭和天皇が崩御。イラクからはマールーフ副大統領、 ザハウィ上級外務次官、アルデファイ駐日大使及び、夫人の4名が、体操の礼に参列した。1990年8月2日、イラクのサッターム大統領はクウェートに対して、戦争を仕掛けた。1年のイランは8年の戦争を戦い抜くことが、できたが、小国のクウェートは、イラク軍を相手にまともに抗戦することも叶わず、市長のサバーハケ一族は、 射殺されて巡国したシェイクファハドアルサブアハを除いて、港国を捨てて逃亡し、8月4日には、イラク軍が、クウェート全土を占領した。戦術的には、イラクの完全勝利である。だが、諸外国から、諸手の賛成を受けたイラン侵攻とは、正反対に、クウェート侵攻は、イラク軍の即時無条件撤退を求める、国連アンポリ決議660やイラクへの、 経済制裁を活動決議661が立て続けに採択されるなど国際的な非難を浴びる結果となった。イラクは戦術で勝って戦略で負けたのである。翌1991年1月17日には常任理事国の米英物や湾岸諸国から構成された多国籍軍による軍事侵攻を受けて、イラクは多国籍軍の構成を支えきれず3月3日に 停戦を受け入れた。イラクによるクウェート侵攻は日本とイラクの関係を決定的に悪化させた。特筆すべきはサッターム政権のイラクが何の罪もない500人以上もの日本人をバグダード市内のマンスールメディアホテルに閉じ込めて人質として拘束した事件である。当時、イラクのスポークスマンが彼らは人質ではなくゲストだなどという尻滅裂な抗弁をして お茶の間を騒がせていたことは記憶に新しい。日本は国連アンポリ決議661を通じてイラクを制裁した。また、元も々ともと1990年11月中旬に取り行われた秋人天皇の即位の例にはクウェート侵攻が起こる前にイラク要人を招待していたのだがクウェートの侵攻を受けて宮内庁と外務省はイラク人の招待を取り消した。 翌1991年1月には、海部都市機首相がイラクに対して、クウェートの侵攻、併合を抗議。同年9月、在イラク日本大使館から大使を引き上げた。事実上の国交断絶である。2003年3月20日、アメリカ軍を中心とした有志連合がイラクに侵攻。同年4月9日、バグダードが陥落。サターム政権の崩壊が、 白日の下に晒された。イラク特措法に基づく活動の一環として、イラク人の少女に折り紙を教える、隊員2003年7月、小泉純一郎首相の強い指導力の下イラク特措法が成立し、同年12月には自衛隊がイラクに派遣されて、サマーワを拠点に復興支援活動に当たった。陸上自衛隊は2006年7月まで、 航空自衛隊は2008年12月まで活動した。特に第一次復興業務支援隊長を務めた佐藤正久一等陸佐は現地のイラク人たちと良好な関係を築き自衛隊が最初に架けた橋に現地住民が佐藤ブリッジと命名するほどの行為を寄せられた。任務を無事に遂行して帰国した佐藤一佐はイラク復興支援活動で大いに名をげ、 2007年1月には自衛隊を退職、同年7月に行われた第21回参議院、議員通常選挙に自民党の比例区公認候補として立候補して初当選を果たしている。2004年6月28日、イラク暫定政権が発足したことを受けて日本は同政府を承認。約12年半ぶりに日本とイラクの正式な国交が回復した。 2006年5月20日、イラクで初となる民主選挙によるイラク正式政府が発足。2014年2月25日、日本とイラクの両国間で投資協定が発行。2015年1月17日、エジプトの首都カイロで開催された日、エジプト経済合同委員会の席上において、安倍晋三首相はアイセルと戦う周辺各国に総額で2億ドル程度、 支援を約束しますと公式に述べて、反、アイセル及びイラク支持の姿勢を明確に打ち出した。イラクは、確認石油埋蔵量1400億バレルという、豊富な石油資源を有する世界第5位の産油国で、ある。原油生産量は、日産380万バレルで、うち一日あたり298万バレルが輸出に、当てられており、 その中から1日あたり64,100バレルほどが日本へ輸出されている。日本とイラクの貿易取引高はそれほど多くなく、2014年の日本からイラクへの輸出が約613億円、イラクから日本への輸入が約1,632億円であり、日本から見れば約1,019億円の貿易赤字となっている。2015年のイラクの輸出相手国、 地域のランキングにおいても、日本は中国、インド、韓国、アメリカ、イタリア、ギリシャ、オランダ、台湾、スペイン、シンガポールに次いで11位を占めているに過ぎない。イラクから日本への輸出品目はもっぱら石油であり、イラクが日本から輸入している品目は、自動車、鉄鋼製品、機械類などである。1990年の湾岸危機から2003年の イラク戦争にかけての時期には日本とイラクの小取引に中断が見られたものの両国が必要とする需要品目の傾向は基本的に大きく変わっていない。バーストを政権時代も含めて日本からイラクへの輸出や現地進出は主に商社が担っている傾向にある。例えば住友商事の場合、1965年からトヨタの自動車をイラクに輸出し始めており、 イラン・イラク戦争のあった1980年代には年間7万台の自動車をイラクに輸出するようになっていた。サッダーム政権に対する経済制裁が課されて日本とイラクの公式な関係がほぼ途絶していた時期にも何度かヨルダンから陸路でイラク入りするなどして関係をつなぎ止めており、これはイラク戦争終結後の日本からイラクへの自動車輸出の再開という形で結実した。 通常の舗装道路だけではなく砂漠の悪路での走行性能や耐久性能、対処性能をも問われるイラクにおいて、トヨタの自動車は非常に高く評価されており、イラクやシリアを侵略する国際テロ組織アイスセルがランクルを愛好しているほどである。三菱商事がイラク石油省とロイヤルダッチシェルの完全子会社、サウスガスカンパニーと協力して立ち上げた。 バスラガスカンパニーによる南部ガス回収、有効利用プロジェクト、サウスガスユーティライゼーションプロジェクトは、商社の威楽進出の重要な例として挙げられる。このプロジェクトは、原油生産に随伴して産出される日量7億、立方フィートもの膨大な天然ガス資源が、有効活用されないままフレアーされてしまっているのを、回収、有効利用することを狙いとするものである。 まず2008年9月、ロイヤルダッチシェルがイラク石油省との間で同省参加のサウスガスカンパニーと共にプロジェクトを推進する合弁会社を設立する胸の覚書を交わすことから始まり、2009年8月には同プロジェクトに三菱商事が参画し、三菱商事が BGC の株式5%を取得する合意を締結した。 2011年11月15日に同行為がイラク政府閣議承認を得たことで BGC が正式に発足、その出資比率は SGC が51%、シェルが44%、三菱商事が5%となった。加えて同月中、独立行政法人日本貿易保険が三菱商事の出資に対してイラクの非常危険を対象とした。 海外投資保険を引き受けている。2013年5月、約1年半にわたった事業化調査を終え、b g c はイラク南部の3つの油田から随伴で産出されるガスを全量回収、生成、分離して発電用ガス、液化石油ガスコンデンセートを生産する事業が創業開始された。原油価格の暴落という一点を除けば、 同プロジェクトは順調で、2016年2月、BGC のサイモンダマンを入れムス社長は、当社は現在、毎日6億立方フィート以上のガスを処理しており、無効数年で、さらに処理能力を成長させていこうという野心的な目標を持っている。と語り、2015年12月に、日産2200トンだった LPG の生産量が、 2016年1月には、日産3300トンに上昇したことを復元した。訪日後わずか1年足らずで、クーデターに遭い、殺害された後、顔を潰されて、手足をもがれ、遺体を晒し物にされた、アブドゥルイラーフ王太子1957年11月、イラクの王太子アブドゥルイラーフが訪日。それから1年足らずの1958年7月、 イラクで王政が打倒されて王族が皆殺しにされた。今後、同族のヨルダン王室などから王族を迎えるなどの王政復興が起こらない限りは、これが史上最後のイラク王族の訪日となる。1979年4から5月、三笠宮高人新王と同比殿下がバースト政権のイラクを親善訪問。以後、日本の皇族がイラクを訪問したことはないので、これが 日本の皇族がイラクを訪問した最後の例になっている。1987年9月、倉成忠外務大臣がバグダードを訪問。これがバースト政権のイラクを日本の外相が訪問した最後の例である。2004年12月、王の義則防衛庁長,長官が自衛隊の駐屯していたイラク南部のサマーワを訪問。同月、 政権与党の武部勤務自民党幹事長と、冬柴鉄造公明党幹事長がサマーワを訪問。翌2005年12月にも、ぬかが福士郎防衛庁長,長官がサマーワを訪問。2006年8月、麻生太郎外務大臣が現役の外相として、初めてバーストを政権崩壊後のバグダードを訪問。2008年6月、天利明経済産業大臣が、 現役の財政として、初めてバーストを政権崩壊後のバグダードを訪問。2009年1月、安倍晋三を元内閣総理大臣が、首相経験者として、初めてバーストを政権崩壊後のバグダードを訪問。2005年11月、ホーシュヤールズイーバーリー外相が、バーストを政権崩壊後のイラクの現役外相として、初めて訪日。同年12月、 イブラーヒーム・アルジャーファリ首相が、バーストを政権崩壊後のイラクの現役首相として、初めて訪日。1941から1960年は、イラクへの中殺なし1991から2004年は、イラクへの中殺なし1993から2004年は、イラクから日本への中殺なし。ありがとうございます。